つチャンネル始まるよ。皆さんこんにちは、花粉症のひまわりとふちゅうたんとでーです。イエーイ。ひまわりちゃん花粉症なんですか？はい。鼻声だね、すごいね。うん。はい、ひまわりちゃん今日は何をやるんですか？私がおすすめする文房具トップ7を紹介します。イエーイ。ひまわりちゃんもね、小学2年生ということで、はい、小学校1年生を振り返って、改めてね、おすすめしたい文房具ということですね。はい。じゃあ早速ね、ひまわりちゃん文房具紹介にね、やっていきましょう。おすすめの文房具紹介するぞ。レッツゴー。はい、じゃあね、まずランキングを発表する前にひまわりちゃんがね、1年生の時使ってた文房具ね、ちょっと見ていきましょうかね。はい。こちらね。はい。だいぶ汚くなる。さあ、行くよ、うん。ここ、メインの。はい。オープン。あ、まあ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 、普通じゃない？本当はね、昔ね、ここにね、大量にひまわりって書いてある。この世で一番短い鉛筆。おばこに。てれーん。こちらでございます。いいね、これだけ使い込んだらね、鉛筆も嬉しいんじゃないですか。鉛筆命ないから、ものだから。まあそうだけどさ。でもね、昔から日本は矢をよろずの神って言ってね、うん、一つ一つのこのものに神様が宿るっていう風に言われてるの。もの一つ一つ大事にするんだよ。上がった、うん、まあちょっとね、今回はこれが古くなってきたということで、うん、新しいおすすめの文房具を紹介するということですね。はい。じゃあもう早速ね、ランキングの方ね、発表していきましょう。第7位、スティックのり。イエーイ。これ筆箱に入れんの、ひーちゃん。うん。何人使うの、ノリなんて。友達と秘密のもの作ったりする。ああ、なるほどね。それにノリが必要だと。うん。うちの学校はだいぶノリ使うよ。みんな？あ、うん、そう。スティックノリが一番人気になったの。ノリとかや。ノリのない。ちょっと待って、ギュが。ギュどうした？何やってんの？チンコ。チンコ？チンコ痛いの？チンコ出してる。なんでチンチン出してんの、家。どうしたの、家。チンチン痛いの？チンチン痛い？大丈夫？痛い。チンチン痛いの？どうしたんだろうね。チンチン拭く？拭く。いえ、玉の方。玉の方。チンチンの方。棒の方。全体？そんなチンチン。よし、いい？チンチン。痛くないもん。痛くないよ。じゃあね、実際ちょっとこれのスティックの開けるだけ開けてみよう。うん。あー、かわいいじゃん。のりの色めちゃくちゃおしゃれ。かわいいじゃん。そうよ。はい。じゃあひまちゃん、次どんどん行きましょう。はい。はい。第6位、削り。いやい。これは一体どこがいいんですかね。蓋が2個ある。確かに。蓋がこれ上下についてるね。そうよ。固め、柔らかめって書いてある。鉛筆の硬さによってね、変えられるっちゅうことやね。そう。お、削れてるじゃん。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。よし、ちょっと出してみ、鉛筆。うえ、見てよ。ピン。あ、でもちゃんとほら、削りカスも溜まってるし、いいね、これね。うん。よし、じゃあ次、どんどん行こう、ひーちゃん。第5位、定規。やい。定規ね、まあこれもね、絶対必要だよね。はい。定規ね。そうだよ。線描いたり、長さ測ったりね。そうだね。しかもこれ、あれだね。うん、何これ。おお、こっちはガタガタ結果。すごい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 。15センチになるし、これ30センチにもなるということですね。すごい。いいね、これね。
これは何、どこが気に入ってんの、ひーちゃん。開けるところと、あと、うん、お化け犬の色が可愛い。なるほどね、お化け犬ですわ、これ。これお化け犬って今人気の、人気なの。わからん。わからない。まあ人気なのかな、お化け犬の定規が第5位ということですね。よし、じゃあどんどんいきますか、次。はい。第4位。鉛筆。イエーイ。まあこれは絶対必要だよね。まあまあね、授業を鉛筆で書くから。赤ペンもあるね、赤ペン。友達とさ、あの、毛色とかさ、交換してさ、丸つけすんだ。なるほどね。この鉛筆たちは、どこがお気に入り？なんか顔ついてると可愛いし、うん、この模様とかが可愛い。なるほどね。まあ女の子はね、やっぱこういうのね、好きよね。そうだよ。お父さんはそんなに女心考えたことないから。お父さんはそんなに女心考えたことないから。まあまあまあ、お父さん男の子は。お父さんはこういうのついてなくていいよ。普通の鉛筆で。じゃあ次行こうか、ひまちゃん、どんどん。第3位。鉛筆のキャップ。やい。これ鉛筆のキャップ。なんだこれ、ちょっととりあえずキャップつけてみよう。なんか変なもん見えるから。てん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 。お父さんこの紫やろ。いけ。ティーリッ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 ピコ。かわいいね、いいじゃんこれ。そうだね。外したら引っ込むんだ、ほら。なんでこれを買ったの？びっくり箱みたいに出てくるし、キャップの色とかが可愛いから。なるほどね、確かに。お、いいね、まあいい発想だよね、このキャップね。うん。よし、次ね、行きましょう、はい、今ちゃん。第2位、消しゴム。やい。まあ、これもね、絶対必要ですね。はい。これは何、どこがお気に入りですか、この消しゴムは。これがまとまるくんなの。まとまるくんね、出た。お父さんの時もあったな、まとまるくん。まとまるくんなのと、この絵と、うん、あ、絵ね。あと消しやすそうなところがあるから。次行きましょう、ひまちゃん。はい、はい。第1位、筆箱。やい。これも絶対です。はい、文房具と言ったらだよね。うん、さすがに堂々の1位ですね。うん、これすごいじゃん。2つポッケがついてんの。そう、やっぱこれ透明なのがいいのかな。透明、透明、うん、クリアって言ったらいいのか。クリアと、あと後ろがクリアじゃないのがちょっとおしゃれで。いいね。あとこれ何、キャラ、持ちパン、またパンピー、持ちパンね。これ人気なんだね、こういうのはね。多分ね、お父さんにはちょっとわからんけど、いっぱい入りそう。あ、いいね、入れてみよう、入れてみよう、早速。筆箱に入れてみました。イエーイ。かわいいね、やっぱクリアだと中が見えてね。うん、こっちに鉛筆入れたんだね。うん。じゃあこっち後ろ、オープンザオープン。はい、はい、さっきのね、うん、消しゴム定規、鉛筆削りとか入ってるのかね。うん、あと糊とかね。うん、いいね、これ結構入るね。うん、こっちも一回開けていい？いいよ。すごい。ほら、結構まだ全然入りそうだよ。これだね、クリアだからね、整理整頓ができる気になる。ここから見られたらちょっと恥ずかしいから。こっちはクリアの方に変なもん入れられないね。うん。はい、ひまわりちゃんどうでしたか。買い物も選ぶのもちょっと今言ったけど楽しかった。そうだね、うん、やっぱりさ、こういうね、あのものって買うときはね、すっげー楽しいんだよね。うん、楽しい。選んでどれにしようかなっていうのがね。うん、みんなも参考にして文房具買ってみてね。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。よろしくお願いします。次の動画でまた会いましょう。バイバーイ。
じゃんけんぽい。はい、ひまわりちゃんはグーを出したのでパーの人が勝ちです。よっ、バイバイ。最後まで動画見てくれてありがとう。ここを押してチャンネル登録してね。